8月13日に、大津市内の自宅、家でですね、これはバーベキュー参加した方の自宅になりますが、こちらに知人家族と21名の方が集まってバーベキューをされました。このうち11名の方の感染が確認されました。21名のうち3名は県外から帰省しておられます。で、この帰省された方も、もうすでに県外に戻っておられますが、その戻った住所地の保健所と連絡を取りまして、感染が判明した方もおられるわけです。お昼の12時から19時までという大変長い時間行われております。このバーベキューはですね、先ほど申し上げましたように普通の自宅で行われております。自宅のガレージ、車庫ですね、飲食時のマスクはつけずアルコールを飲んでおられた、10歳未満の方はアルコールを飲んでおられたということでございます。